はい、どうもネイティブフォレストです。今回はですね、60センチパルダリウムをご紹介していきたいと思います。制作からだいたい10ヶ月くらい経過いたしました。はい、これはですね、横660の奥行き、30の高さ、45ですね。はい、これ当店のオリジナル、パルダリウムのケースになっております。ちょっとね、こっちにも書いてますけども、サイズも含めてですね、フルオーダーで制作することもできますので、ご興味のある方はぜひよろしくお願いいたします。はい、だいたい10ヶ月くらい経過したんですが、もうね、トリミングもね、ほぼほぼしないでもう生やしっぱなしですね。逆にちょっとこういう感じの少しね、汚い感じの、レイアウトが好きなので、まあそのままにしておきます。もっと綺麗に、背面の苔とかもですね、トリミングすれば青々とした、形にはなるんですが、まあとりあえずこれで放置しております。ではですね、まずこのパルダリウムのメインプランツを、ご紹介させていただきます。上に伸びる枝をですね、切ってしまったんですが、こちらですね、ネペンテスアンプラリアですね。アンプラリアは、グランドピッチャーと言われるですね、株元からこういう補充用ピッチャーですねをポコポコとですね出してくれるので、はい、パルダリウムに向いてると思います。かなり中はですね、ジメジメとしているんですけども、元気に元気に成長しています。でこういう枯れた部分もね、すごいそのまま残っていて、なんだろう、あ、残ってるかな、この下とかの方に残ってないかな、あ、こんな感じですね。こんな感じに枯れている部分、枯れている部分も、苔がですねくっついて、ちょっとね、すごいより自然な感じになってると思います。ネペンテスアンプラリア、これはね、僕大好きな食虫植物であります。はい、であとまあ横に行くと、この山のように広がっているのはアラハオキナゴケですね。はい、こんな感じでまん丸になります。そして、こちらですね、ヒメカナワラビ、立派に成長してくれています。ヒメイタビですね、これは屋久島さんということで、かなり昔から維持している屋久島さんヒメイタビ、レイアウトには使いやすくて抜群です。はい、で上に行きまして、これはですね、スキンダプサス、ムナトウさんですね。ムナトウはフィリピンの、ムナトウかなというところです。まあ背面はですね、これはなんだっけ、シノブゴケを使っております。はい、で着生卵ですね、これはちょっと名前をですね、これ忘れてしまったんですけども、着生卵、間にね、挟めて、苔の間に挟めていたらしっかりと根を伸ばして活着してくれて、すごく強いです。はい、こんな感じですね。はい、ちょっと謎の生物がいますけども、こちらはですね、マダライモリ、カージスマダライモリになります。このケージの中で3匹くらいですね、います。はい、普通のマダライモリよりちょっと、ね、ちっちゃいんですよ。パルダリウムでですね、イモリもですね飼育することできるので、まあビバリウムっていうのかな、はい、非常におすすめです。お、いますね、こっちにもヒントが合いましたけども、餌はですね、まあ、熱帯魚の餌をふやかして与えておりますので、まあ、虫を扱うことは今のところないです。はい、非常に楽ですね。熱帯魚の餌をですね、ピンセットでも食べますし、まあ、こういうこことかに置いといてもしっかりと食べてくれるので、いい子ちゃんたちですね。はい、こんな感じで、あとはなんか植物的にはそんな多くはないですね。奥の方にセントポーリアが苔の上に植えています。水はけが割といいところの方が、成長がいいので、そんな感じのスタイルにしております。はい、どうでしょうか、パルダリウム全く制作からいじっておりません。ネペンテスが伸びてきたのをカットしたくらいですね。で、ミスティングシステムがノズルが2つついておりますので、1日1分間2回ですね、噴霧されています。そして、背面からですねホースをつないで排水されている
という形になります。はい、どうでしょうか。パラダリウム、あの皆さんですね、あの作るの難しそうとか維持ができない、あとは、作るセンスがないというふうに皆さんおっしゃいますけども、これだけですね放置して全然問題ないのであれば、これはね誰でもできると思います。あとセンスねなくても大丈夫です。流木石入れて苔、植物入れて、それだけで自然に馴染んでくるとかっこよくなりますので、まあ、それがですね、まあ、時間がレイアウトを、作っていくような感覚ですので、はい、まあ、最高ですね。ここら辺もコルクに苔が、はい、着生しております。このすごいワイルドな雰囲気で10ヶ月で考えていただければ、まあ、何年もですね楽しむことができるパラダリウムですので、数年後楽しみです。はい、そんな感じで今日ちょっと簡単なんですけども、パラダリウム60センチの、当店のものをですね、ご紹介させていただきました。もしちょっと好評であればですね、他にも、年数というか、月日が経ったパラダリウムご紹介できればと思います。はい、今回は以上となります。ネイティブフォレストでした。ではまた。